はい、こんばんは。ブルブルの村岡です。高橋雄介です。今日はですね、干潟のシーバスゲームに来ました。はい、はい、で10月の大潮2日目ということ で、まだねそんなに引かないんだよね、潮がね。そうですね、今シーズン初ということで、まあ状況もわかんないんだけど、早速取ってみたいかなと、はい、釣ってみようかなと思います。はい、でまあハウツーとか解説ってよりは、今日は状況を感じながら、はい、どうルアーを描いて、うん、どういうふうに使って、どう見せてって感じで、ね、ルアーは自由なんですね。自由、じゃあ、うん、珍しく珍しく自由に楽しみましょう。はい、一発目じゃ行きましょう。もうちょい先だね。釣りましょう。ベイトがいないな。何しようか。ちょっとまだ気が早いかもしれない。例年なら11月のね、釣りだから。何で行こう、ナチュラルに。岡さんがオッズ行くならオラコンで行くか。ペッパーも良さそう。そうですね、はい、オラコン150、これノーマルの方ですね。あんまり光に当てると、グローのやつ。そうそうそう、うわすげえ、夜光に光ってる。どこに落ちるかすごい分かるんですよ、これ。まだ下げ試合だから、右から左に流れてると思うんだよね、石の方は。でも効いてる。あ、ベイト当たった。なんかに、なんかいますね。いる、なんかこの白。いや、この白っぽい大きさの衝撃ではなかったです。ああ多分、分かんないです。当たりどころもあるかもしれないですけど。今年 A 踏んだ？踏んでないですね。踏んでない？はい。浜名湖でも踏まなかった。浜名湖でも踏まなかったですね。なんでって、なんでそんながっかりしてるんですか。早く踏まないか。何年前ですか、村岡さんが。4年前だね。4年？ 4 年前。確か僕が入社して早々刺されてました。そうだね。そのイメージです。あの日付は違うけど、旧暦の潮回りでは、今日なんだよ。マジですか。この忘れもしない、あ、こういう潮って、それで思い出した。あ、このまさに旧暦、この大潮2日目よく釣り来ようと思いましたね。夕方やっぱやめよっかって言いたくなった。今日あれ電気積んでないですね。積んでない。もうあれはやめたんですか。いや、うん、とか よく分かんなかったからA ガードは入ってるよ。まあでもね、冷静にあれから考えて、はい、まあ、俺がその人生でウェーディングした回数からさ、 A を踏んだ回数、はい、多分ウェーディングした回数が1000はないだろうけど700-800とかあって、で A を踏んだ回数は多分やっぱり700-800回ぐらいあるんだよね。数百回で刺されたのは1回なんだよね。だから多分今後の自分の人生では確率論で言うともうないかな。もうないっていうすごいポジティブシンキングだよ。そう思うとちょっと入れるけどね。あ、もうそんなにやっぱりもう入りたくないと思うほどの出来事だったんですか。だって俺の人生で一番痛かった。マジですか。まあ俺はあんまり病気とか手術がないので痛いもしたことないんだけど、はい。とりあえず人生で一番痛かったのは、あの刺された2時間後ぐらい。だって骨折とかもあるじゃないですか。そんな暗いものなら、なんか毒が体を蝕んでくんだよ。あ、だから体内に何か痛みがね、うめく痛みっていうの。へえ。あーみたいな感じで、もう声出さずにいられない。あ、そんなレベルなんですか、うん、やっぱ大の大人が声出さずにいられない痛み、まだ経験あんまないっすね。いっ、俺も頑張って150。とりあえずちょっと流れ聞いてきたんで。お、さあ見つけてくれ。ちょっと味、少しは味ってきたかな。もう出たかと思った。びっくりした。水が動き始めた。さっきより断然釣れそうっすね。さっきね、この白かサッパかヒイラギか分かんないけど、平べったいギラギラした魚が。あ、本当っすか。俺についてた。俺のヨレにいた。俺のヨレ。あ、当たった。出たかな。なんかルアーに当たりましたよ。水の中で。水の中じゃ、ガモツトップです。ああ、トップで今ポーンって。マジで。でもほぼキャストの一番遠いとこなんで何かが分からない。それかこの城なのか。こんなでも浮いてるかな。
たんじゃない？来そうな気がする。だから今日何もない気もするこのままやめてください。下げも上げも何もない気がするちょっと待って、ね、あすごい結構投げた先に右に流れてくね。ちょっと海の水入ってきてるね。はい、めちゃくちゃあったかい水。このまま温泉になればいいのに。最高だよ。そしたらずっとウェディングして、ずっとは無理だな。温泉になったら逆に。ああ出た。え、やっぱ出た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 。でも ちっちゃいっすよこれ。そう思って俺やるわを変えようとしてる出た出た。やっぱさっきのもと同じバイトだ。ガオちゃん50乗らないわ。このサイズ最高。わかんない、食ってるものが違うんかな。実はサヨリパターンとか。よし、ブロインの 125F でいきます。やられた。チャートバックパール、もう取りに行くよ、取りに。はい、ホゲ太郎から ゆで太郎に80アップっつったら何になるんですか。ん、80アップっつったら何になるんですか。サイズで名前わからない。サイズで分かんない。ゼロか1だろ。ゼロか1。意外とこれでこの野郎とか投げたらなんか起きるかな。面白いな。でも怖いな、時間のない中でそれやんのはちょっと。でもさっきより断然ショー聞いてきたよ。ああ。いや釣れそうなのにすごい右に流れてく。結構だからアップでいい感じだけどな。なぜかここ数日、ここ最近投げてなかった165で行こう。あと10分ぐらい。はい、1分頑張りましょう。すげえ上げしよう。ぐんぐん上がってきた。もうね、フェーディングは流される事故だけは絶対避けてください。避けないとダメです。だからやっぱよく知ってる人、ギリギリは絶対ダメで、まあ、あのギリギリだっつってるけど、それはちゃん安全に帰るためのギリギリであって、やっぱ ね、絶対無理しないようにやってください。もうね、流されたら大変なことになっちゃうね。潮だけじゃないですからね、この潮位が変わるのは。気圧もそうだし、川が近かったら雨水もそうだし。釣りはね、楽しく、お家に帰るまでが釣りだね。うわ、すげえ、一気に流れ速くなってきた。やっぱ今、地合いなのかな。ここが地合いなんだけどね。さあ、すいません、大丈夫。いやー、毎日釣りしてんね。いやしかも釣りが長いっすね、毎日昨日何時から何時？昨日長かったね。よし、当たった。え、よし、食った。あ、すごい、すごい。やっぱ、そういうのいいだな。よし、当てた。しばします。当たりがやっぱちっちゃい。165? 165ですね。それも変えよう。よいしょカメラまたぎ。いいんじゃない。まあまあちっちゃくはないよ、そんな。これはいい、ばっくりだ。うぅ、いいえサービス精神旺盛。いいサイズ。あ、サイズは別にそんな。でもまあ60超えてます。うん、元気だよね。あ、わかんない、元気なだけで超えてるか。うぅ、これはバレないね。縦横無尽。元気元気。あー、かっこいい。おー、60中盤。うん、怖い怖い怖い。あ、あるね、全然あるね。
おぉ元気すぎるよ。よし来た。はい、口開けて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 、はい、口開けた。おいしょ、いいサイズというかいい太さ。てか顔がでかい。太いっすね。長さの割に顔でか顔がでかい。顔だけ見たらランカーですね。70ジャストくらい。あ、70あるよ多分。ねえ、70ありますよね。おぉ70オーバーだね。あ、70あるわ、うん、全然あった。これ、いい魚通りで引くはずだ。やりました、ブロ 165F マットチャート。なるべくバルバルでかっ飛ばして戻ってくれましたね。戻って針めちゃくちゃ伸ばされてるけど、駆け上がりの上、駆け上がり、いやでもちょっと多かったっすね。重心の方、はい、まだ多分深いとこだと思います。顔でっけー。てかでてか長え、思ったより太いからもうちょっと短く見えたけど、70全然あるね。80はさすがにないけど、いい魚だったね。これは嬉しいわ。この一本は状況そんな良くないからね。そんな中やっぱ出てくれた。ナイスコンディション。まだあったかいからほら全然水に手つけられるまだ水あったかいから。よし、じゃあリリーします。まあもう元気だな。まだまだでかくなりそうな魚。よし、バイバイ。いった、いいね、やりました、ありがとうございます。よかった、やっとゆで太郎脱出じゃないですか。ゆで太郎に昇格だいぶ浅い方戻ってきたんで、ここだったらもうちょいできそうですよね。フックの曲げられ方がすごい。てか折られてんのか一本。あ、折られてないわ変形。でも今日これしか一力を持ってないから戻すしかない。ちょっと戻すレベルの曲がれ方じゃ、曲げ方じゃないの。何食ってんだろう。ブロインだけ当たるんだよな。そういうことだもんね。今125にしたんだよ。なんかベイトには触った。チラッと感じじゃなかったけど、ゴツッ、ゴトゴトって感じだったから、まあそこそこ大きいサッパか、なんかの群れだったけどな。うわ、さっきより流れ引いてきてます。すげえ。うわ、スネコンのマットチャート。いや本当ね、干潟の釣り、まあどんな釣りでもそうなんだけど、この潮が動くことである瞬間ってもう二度と訪れないじゃないですか。この水深とかこの流れとかこの立ち位置って、それが面白いですよね。だから本当に全ての1日ね、5、6時間いたら何キャストするんだろう、数百ね、キャストするけど、その全てが二度と経験できないワンチャンですよね。まあどんな釣りもね、そうだけど、それがね、顕著にもうそう実感せざるを得ないのがこの浅瀬の釣りですね。もうさっきまで干上がってたとこの駆け上がりは、潮が満ちてきたらもう二度と戻らないですからね。もう水がどんどん増えちゃった。だからやっぱりその時にどれだけ引き出しあるかとか、どれだけ攻略しきれるかっていう、そういうのがねすごい魅力だなと思います、干潟の釣り。じゃあ3週間前ちょっとやったんですよ、あのフリットが出るからでもね、もうあまりの無で、俺はサーフの釣りは無理だなあれを捉えどころないけど、ほんとわずかな変化を、わずかな変化しかないから、わずかな変化に全部かけるじゃん、はい、全集中じゃん、もうまさにそれが面白いなと思った。確かに、はい、あちょっとあそこだけ
あそこだけ泡が集まってるってだけでさ、はい、そこにもうひたすらなで込むじゃん、はい、それ以外ないから、そうですね、だけどそれが楽しいなって思った、食ったのに忘れちゃった、合わせようと思ったら吐き出された、ちっちゃかったけど、多分着水して動いた瞬間、何かが食った。そんなバイトですよね。やっぱなんか魚サイズがちっちゃーだったけど、ほら乗らないんだよ、うんうん、なんか30か40の群れが入ってきてもういるんですよね、きっと当たんない。よし、じゃあ終わりにしますか。はい、お疲れ様です。しぶしぶ、はい、ってなことで、まあ、1本か1本ね、はい、5、6分出るかなって思ったけど、まあこんな日もありますね。強かったっすね。ゆで太郎にほげ太郎ということで何も食べれるもの変わらないですよね変わらない変わらないですよね。カツ丼セットは変わらない。まあこんな感じで、またちょっと2週間後かな、行きましょう、またね。そうですね、このシリーズでロケやろうよ。5回ぐらい来れるじゃん、ここから年末も、はい、そうですね。最後あの圧倒的な武王さん、はい、それも動画にしよう。終わり、完全終了した、完全にホゲ太郎な日を、はい、てなことで終わります。今回終わり、バイバイ。